どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KDです。ムーンライター続きをプレイしていきたいと思います。前回森のダンジョンですね、森のダンジョンの、肉食変異植物ですね、ボスを倒して、2つ目の鍵をゲットしたところで帰ってきて、銀行屋さんですね、銀行屋さんを雇って1万円だけ、とりあえず投資してみたんですけどね。で早速次の砂漠でしたっけ、砂漠ですね、砂漠のダンジョン行きたいんですけど、まず前回森のダンジョンで取ってきたものとかいっぱいあるんで、それをまずはちょっと売りに出そうかなと。マジックウッドはどれぐらいで売れるか、1000円ぐらいに。あら、これが高いのかな。毒胞子500円で高いから200円ぐらいにして、ああ、うん、3日以内に冷却溶岩を5個、とりあえず受注だけ。あ、泥棒来た。あ、やべ、待て、間に合わないこれ。あー、やられた、やられた。やばい、次はやらせない。バイトとか雇えないのかな。バイトを雇いたい。これちょうど人が並んでる時に、よし、200円でハードリーフは安かったから、300円ぐらい。
ジクッド高いか。500円ぐらいにして、あ、ハードリファまだこれでも安い。17万2000円。で、店舗ですね。店舗をこれもできるかな？あ、できますね。店舗レベル3。やっぱり外観は変わらないんですね。これなんか毎回、あ、新しいものが入ったよっていうお知らせですか。いろいろ初めから、あ、飾られてるわけじゃない。あれ？装飾品は私の、あ、まず1個ここですか。まずは噴水と、あ、4つ置けますね、カウンターに。あ、ここにも飾れる。でも物がないから、まずは置けるだけ置いて、13万円ですか。ちょっと次の武器、どれだけの25万6000円、キャプテングローブ。じゃあまず装飾、あー、そっか、装飾品屋さんは朝にならないと。ちょっともう一回お休みして、あ、そっか、宝箱も4つに増えたんで、あー、これは助かる。あ、誰？あなたは。もし店番を他の人に任せたいなら、代わりにアイテムの販売をやっておくよ。給料として利益の 30%。 あー、 30% か。
まあ、今例えば男女行ってる間ここにあるものをちゃんと売ってくれてるっていうのは助かるんだけど、とりあえず今はいいかな。ちょっとお金を稼ぎたいが 30% 持っていかれるのは、盗難の発生確率が低下。防げるって言えば防げてますけどね。煩わしいのが少しでも減るっていうのはいいかもしれないですね。これを買って、営業時間延長、要望内容の納品日を延期。延期？プラス？ん？プラス1日延期。ここにもある。これを作ろう。これで 50% じゃないですか。まずはこれですね。発生確率低下で、さらにここに発生確率が低下。よし、じゃあ砂漠のダンジョンちょっと行ってみましょうかね。でまず早めに砂漠のダンジョンで取れる素材で武器防具のアップグレードをしないと。うん、どういう攻撃をしてくるのか。おお、素材が取る。あ、届かない。とりあえず読んで。入力データ103。昨日の在庫不足は帳簿上のミスではないことが判明。資材および多様な道具が物理的に消失。はっきりしたことがある。ああ、これ読みましたね。今のところ戦えてますけどね。あれがいる。あ、そう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 。
なんだあれは。壊せるオブジェクトはどれなんですかね。砂漠のダンジョンはないのか。こういうのかな。あ、壊れた。あ、なんだ。あ、痛い痛い痛い。いやー、こいつ強いな。弓矢とかあったら、弓矢を強化したら楽かもしれないですけどね。こいつはな、あー欲しい。なんだかわかんないけど。おわー、イテムいっぱい。とりあえず2枠使ってるもの、
巨大生物の近くに新たな生物がいるのを目撃した。あ、ダンジョンに長居しすぎると出現する。うんうんうん。何？長くいすぎると出てくるやつの小型版みたいな。宝を守っているわけでもなく、私の存在など見えてすらいない。おや、気になるね。危ない。いた。どれがいるものでどれがいらないものなのか。あ、とりあえずこれいらないですね。強化クリスタル。ちょっと回復しようかな。死ぬわけにはいかない。あ、次のダンジョン。あー、こいつ強いな。次のダンジョンに入れるけど、ちょっとこれは今素材を取ってもあんまり意味ないんで。回復。入力データ125、今月の報告によると、最も貴重な品物は現在も当倉庫内にある。おお、強いな。やだなこいつ。あー、おーし、危ない。うん、あだ、あぶね。そろそろ一回帰ろうかな。
あ、呪い解除がある。あ、なんだこれ。マグネットツール。まずは、このハテナを。ハンダゴテ。で、これを解除してみよう。あ、これもハンダゴテ。いやー、アイテムか。これ2個だから捨てて。あー、チョコレートみたいなのいらないかな。で、これ1個。うん、塩ってなんだ。回復してこれでいいのかな。よし、わあ。とりあえず3階まで来ましたけどね。1階帰りますか。6400円もかかるの、帰るのに。新しい素材どれぐらいの値段になるのか。あとはまず今取ってきたもので武器防具が作れるかどうかですね。うん、うん、まずバンダナは作れない。武器は素材すら取ってないか。素材屋さんは、あー、うん、待てよ。足りないですね。ああ。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。